がないね。はい。では、第1話に続き始まりました。今回番外編ということで、こんばんは。こんばんは。今回は集まっていただきました。私はナイアトリーのピザハットから。あ、ピザハットなんですね。ピザハットっていうか、まあなんかここにまたありますけどね。例のあれがありますけど、一物が、はい。私フィリピンからお送りしております。私アンヘルスの。ああ、アンヘルス。ウォーキングストリート、ココモスの前でお送りしております。うん、俺そのもうちょっと右行ってミニストップ左曲がったホテル行きたいですね。ね。パシフィックブリーズもスコアバーズもね。はい、行きたいね。はい。懐かしいね。あの辺はね。うん。私もう一方は相変わらずエブリにやってたもんね、そこね。そうですね。うん、ここはエドコンのファイアハウス前から。あ、みんな大好きエドコン。じゃあね、まあ話はじゃあ元に戻して。はい、あの前回ね、まあその我らの旅にね関わってくるこの重要人物ということで、まあウィリアム、ウィね、やつは今元気してるのかね、どうなんでしょう。まあだからジーネに鉄板屋まだやってんのかって聞くしかないよね。うん、うちら行けないもんだって。もうアンヘ在住の人に鉄板屋行ってもらうしかないよね。確かに。うん。じゃあそのね、皆さんにもね、ちょっとね、予告編でもちょっとこう、軽く見てもらったけどね、あいつは何なんだと。いうことで、まあね、じゃあ紹介していきましょうかね。じゃあちょっと画像をまた共有していきますね。まあね、うちらやっぱりアンヘレスといえば、まあ、やっぱりこうウォーキングストリートと、やっぱり欠かせないのはこの SM クラークだよね。うんうん、はい。まあみんなね、SM、SM と言いますけど、はい、これ略わかる人？スーパーマーケット。ショッピングモール。あー。二人とも惜しい。え、なんか。スーパーモールだね。スーパーモール。スーパーモールの略だね。この SM っていうのが。ちなみに、そのモア。うん。で、モールオブエイシア。うん。あそこも SM です。うん。だから、モアっていう人もいれば、やっぱり SM モアっていう、うん、人もいるよね。まあ、みんなモアっていうよね。まあ、フィリピン人はまあ、大阪と一緒。みんな略っすよね。モール・オブ・エシア、ね、そうだね。ナイアもそうだよね。ニノイ・アキノ、インターナショナル・エアポート。訳してナイア、うん、モロベーシャもモールの M とオブの O、アジアの A だね、うん、それでモア、あとはコット、あ、シティオブドリームス、ドリーム、うん、シティオブドリームスでね、まあ、コットってまあ本当ね略っすよね。あとはまあ、ケソンシティが QC だったりとか、まあね、その、それぞれのその頭文字だけ、こうね、引用して呼ぶのがやっぱりフィリピンのまあ、ブームっていうか、ルールなのかね、ルールというかまあ、スタイル。そういう風習がまああるみたいね。で、まあその SM クラーク、入って、もうこれは、真右に行くんだよね。うん、そう。メイン玄関を。
ね、こう荷物検査受けて、ですぐ真右に行くと、突き当たりにあるのがこの鉄板屋。でもこれって、うちら2回目は行かなかったんだよね、多分ね。行ったの2回目。行ってない。それこそショッピングモールの、あの、この間ほら、なんか、浴衣みたいな、写真があったじゃない、うんうんうん、フードコートのね。それこそ2回目ってやっぱあそこだったのかな、その宝の。いや、あれも3回目とかだと。じゃあ初日、初回は何、アンヘ初回はどこで飯食ったの？やっぱココモス。いや、ココモスも。あ、でもそのジョリビーでなんかジーネ出して写真撮ってたのあったよね。そう、ジョリビーって、ああ、初回は、初回っていうかその、3人で行った初回は、うん、あんまり記憶にない。そうね、なんかあんま覚えてないよね。うん、まあこの鉄板屋、まあね、結果としては美味しいよね、ここはね。美味しい。美味しい。うん。なんか無駄に凝ってるしね、なんか変な刀のレプリカみたいなのあったりとか、うん、ね。無駄に JCB が使えたりとかね。うん。ね、こう一応ね、JCB のこのカードが、ここに書いてあるもんね。うん、ね、まあ、この鉄板屋、ここね、皆さんおすすめです。まあ、値段も言うほど高くないよね。そうですね。お肉で、チキンで500円ぐらい？そう。そう。で、牛肉で、まあ、700、800円ってとこだよね。うんうんうん。で、チャーハンなんか300円ぐらいだもんね。うん。うん。ね、150ペソとかそんなんだったよね、確かにね。うん。うん、エンペラパー。ああね。鶏チャーハンとかなんか。鶏チャーハン、牛チャーハン。牛って、GYU ね。牛チャーハンみたいな。お前ら牛って分かってんのかみたいな。あと、エビ。エビチャーハン。エビチャーハン、鶏チャーハン。で、これ、なんかミックスもできるんだよね、なんかね。そう。全部入れてくれよ、みたいな。じゃあ、本当に全部、3分の1ずつぐらい入れてくれるんで。じゃあ、次の写真いきます。あ、出てきました。見えてる？大丈夫。見えてるよね。まあ、こいつがね、伝説のキャラ。ウィリアムだよね。ウィリアム。うん。ウィリアムとの出会いだよね。うん。うん。まさか、こう、ね、初めて会った時に、こんなにこいつとずっと関わっていくとは、ね、うん、思いもしなかったというか。で、まあ、まあ、ウィリアムは何なのかっていうと、まあ、本当にこいつは、何なんだろうね。緊張 C なのかね、うん、緊張 C なのか、単にテクニックがないだけなのか、まあ、以前ね、ギータカチャンネルの方でもね、実はちょろっと出したことあるんだけど、こいつはね、まあ、要はコートからね、こう、まあ、料理のパフォーマンスをしてるときに、カメラを向けられると、成功率が 0% になるという、ひどい話でね、で、なんか写真撮らせてくれってコウが言ったら、満面の意味でね、こんなポーズをしてきたっていう、まあ、ふざけた野郎だね。うん。これを、まあ、次いきます。しょうがない、ね。しょうがない、ね。次いきます。はい。あ、しょうがない。しょうがない、ね。濃いな。こいつ、ほんと濃いね。うん、まあね、さっきも言ったけど、その、まあ、鶏肉なんか結構ね、やっぱ美味しいし、ね、リーズナブルだからね。うちらは、大抵やっぱり、チキンは頼むよね。う
金と。で、まあ、あ、これね、この、これなんだ、フランベっつうんだっけ、これ。うん、でこの火ボワーってね、うん、一応まあこうねパフォーマンスをしてくれるんだよねこのお店はね。そうですね、火つけたりとかね、うん、まあちょっと動画が一応ありますんで、じゃあこれもいきます。まあね、こんな感じだね。まあ、これはさすがに失敗はしないよね、いくらなんでもね。ただアルコールかけて、だもんね、こんなのまあ失敗しようがないんだけど、あ、一応ここにも書いてあるね、この、It's not just dinner。それは、ディナーだけじゃないよ、と。それはエンターテインメントだよっていう、まあ一応ね、うん、エンターテインメントも兼ねた、まあ鉄板焼き屋なんだぞっていうのが、まあ、ここの鉄板屋のね、売りなのかね、一応ね。うん、コンセプトっていうかね。うん、次いきます。あ、出てきましたね、早速ね。まあこの、ウィリアムのこの最大の、まあ、売りというか、まあ、この、成功率が極端に下がる、この卵パフォーマンスだよね。うん。これ、なんていうのこれ、殻割りっていうのがね。まあ、この卵を使ったね、パフォーマンス。ちょっとじゃあ、見ていただけましょうかね。はい。まあこれ今見てもらったけど、これ多分ここら辺今矢印見えてます、うん、殻残っちゃってるよねこれね。そうだね。何のためにこれこんなことやってるのかね。まあ要は最初うちらってこれ分かんなかったんだよね。そう、何が成功なのか。これなんで俺、その殻をこうやって打ちつけてまで、要は我々にこれを見せたいのかっていうのを、そこが分かんなかったと。うん。ねえ、だってその殻入るもちろんリスクだってあるし、ねえ、なんでこれをこうパフォーマンスとしてやるんだろうっていうのが、最初はうちらは分かんなかったと。で、実はね、このウィリアム以外にも、もちろんね、シェフさんってのがいまして、一応その人がね、こうカメラを向けてもね、まあ本当に太い心臓を持ってる方でね、この人は上手なんだよ。ちょっとじゃあそれもね、今見ていただきましょうね。いきます。Oh, very nice. Yeah. 素晴らしい。完璧。ね、完璧だよね。うん。ね、ハートにこうね、キューピッドの矢みたいのまでね、こうね、うん、こうね、できたもんね。まあ、ウィリアムも本当は、これをやりたいんだよね、きっとね。それをやりたいんだけど、まあ、やつの場合はね、まだね、あの、ウィリアムの失敗集は、まあ、いくらでもありますんでね。はい、じゃあ次いきます。あ、ごめんなさい。じゃあこれ第2弾、ウィリアム第2でいきますね。はい。あーダメだ、もう俺ツボでさ、これがぐちゃぐちゃ。何がしたいんだよ。
まだ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 ありますよ。これ多分あれだよね、首かしげるやつだよね、なんかね。もうひどいよねこれね。だからこんなガチ失敗するんだったら やるんじゃねえって話じゃん、そもそも。うん、まあでも実際本当にだって殻入ってた時とかあるしね。あります。うん。なんか普通に食ったらガリってね、なってた。ジャリッと、うん。だったらやんじゃねえって話だよね。だって、結構フィリピンの卵って危ないんだよ。その、うん、サルモネラ菌だかなんだかみたいなさ。まあもちろん洗ってるのか洗ってるのかわかんないけどさ。危ないっていうね、殻とかね。だからそもそも生卵は危ないっていうじゃん。まあね。うん。じゃあ次行きます。これもなんか、成功してるんだかしてねえんだかみたいなね。変なやつだよね。これは惜しかったね。惜しい。惜しいけど、結局、黄身が困ってた。まあ、結果、彼は成功率 0% です。はい。本当にしょうがない。これがあれだよね。鶏肉と牛と。うん。これも結構美味しいんだよね。うん。美味しい。てか、チャーハンが一番うめえやん。これは予告編でも見せたやつじゃないかな。うん。腹入れたらっていうね。何の笑顔なんだこいつは。まあね、こういうね、まあ何とも面白いやつがフィリピンにいるぞという形で、まあ俺は別にどうでもよかったんだけど、コウが結構悪乗りして、なんかフェイスブックとかつながったんだよねこいつとね。写真撮ったりとか、うん、お前 Facebook ないのかよみたいな感じで友達になったりとか。で、まあこの地震はどこから来るのかっていうね、ふざけた写真だねこれはね。成功してからこういうポーズしろって話なんだけどね。これはなんか懐かしいよね。これはほら、あまりにもバスが寒すぎて。そう。寒かった。ね、冬服で行くっていうね。うん。てか、この SM の中も寒いもんね。うん、ちょっとね。クソ寒い。だって16度設定とかなってんで、エアコンとか。うん。何考えてんだよ。16度って。ウィリアム、なんかクロックスみたいなの入ってるね。クロックスで仕事してんのかね、これ。いや、休憩中でしょ。休憩中なのか、OK。これは多分、俺がね、一番痩せてた時だね。俺多分、75キロとか、そんぐらいだったんじゃないかな。今より多分15キロ20キロぐらい痩せてる。これあれだよね、奥の個室に
なんかウィリアムがなんか、そうそうそう、ビップルームみたいな。へ、うん、なんか、ウィリアムがなんか、お別に俺、こう顔パスだからみたいな感じで、なんか、うん、別に頼んでねえんだけどな、みたいな感じで、なんか、ね、奥通してくれたよね。うん。懐かしい。まあね、この右に映ってる子はね、マイリー。なんか、日本人ってさ、マイリーン、マイリーンって、うん、こうついカタカナだとこう読んじゃうけど、うん、マイリーンって言うんですよ。あ、そうなんだ。だからマイリーン、マイリーンってなんかおかしいのよ。やっぱなんか日本人ってやっぱついね、マイリーンって読んじゃうよね。うん。本当はマイリーン。イントネーション。でございます。はい。まあ、この子もね、しょうがないね、を覚えちゃったよね。うちらがしょうがないねばっかり言ってるからね。次いきます。これは懐かしいよね。あ、でもほら、またクロックス履いてんじゃん、こいつ。やっぱこれで仕事してんだろ、これ。と、しょうがないよね。楽なんだろうね。ね、懐かしいよね。なんかこの、他のスタッフにも俺よくチョコレート配って、うん、なんかありがたがられてたわ、なんか。うん、もう常連だったもんね。ね。絶対アンヘイ行く。はい、アンヘイ、まあ要は SM クラックで降りるれば、もうここだもんね、次ね。うん。ホテルとか行く前にまずここ来るよね。うん。ああ、アンヘイ着いたっていう証がまずここかな。ああ、これはね、こうウィリアムを、俺が外に連れ出した時だね。よし、じゃあみんなで飯でも行くかと。これいつだろうね。まあでも、ジーネもまだだからアンヘに、まあ今もいるんだけど、ジネットがね、アンヘにいる頃だから、うん、覚えてないな。でもこれだって、多分俺しか行ってない時だよ。こうもね、高田も行ってないと思う。うんうんうん、で、まあ、こいつはね、こう、なんか 100cc ぐらいのスクーターで通ってるくせに、レッドホース飲んでたっていう、まあ、ほんとしょうがないよね。しょうがないね。うん、これ、なんていうの、この、アベントゥス。何それ？わかんない。アベントゥス・クラークって書いてある。で、この鉄板屋のコスチューム、制服のまま、普通の、なんだろう、KTV じゃなくて、普通のカラオケに来たっていうね。うん。ウィルと。うんうん、なんかこの、これなんつうか、この、このコード表っていうの？歌の。なんかすごい汚いよね、これね。またレッドホース飲んでる、こいつ。好きだね。ああ、これね。あの、ウィルが歌ってたのを、僕は歌取りました。暗くて分かんないか。全然歌ってない。あっしゃいしゃいしゃい、あっしゃいしゃい。エンターテインメントする人間がシャイじゃ困るよね。
だからカメラ向けられると卵できないんだよ。てかそもそもやつは成功したことあんのかね。どうなん。まあね、あのウィリアム以外にもね、本当に仲いい人間ってのがいて、彼の、ね、名前覚えてんのよ。デイビッド。うん、デイビッド。うん。まあスペイン語だとダビッドだけどね。多分確かね、デイビッド、デイブって呼ばれてたかな。デイブ。うん。うん、彼はね、浦和レッズの牧野にそっくりだよね。サッカーのね。サッカーのね。うん、まあね、こう、彼の写真の隣に、こう、牧野の写真くっつけて、ほら、似てるよね、みたいなことを、なんか以前やったよね。うん。ね、ああ、これだね。まさにね。髪型とか一緒じゃんね。お前、牧野意識してんだろ、みたいなね。俺もこれぐらいのなんかこの8人分けぐらいにしてみたいね。最近ほら師範がさ、もうなんか俺の頭をさいじってるね。そう、めちゃめちゃいじってくんだよ。なんかもう嫌でさ、なんかもう頭がとか言って、うん、あと4ヶ月だなとか言ってくるからさ。だったらもう俺もこうね、横これぐらいだったらね、さすがに大丈夫でしょ。そうね。うん。まああと次はね、ああ懐かしい、川島。川島ってなん。ね、日本のゴールキーパーの川島。うん、彼もね、写真があるんでね。うん。しょうがないね。でも、こうしてみると、まあ、わかるっちゃわかるよね。似てる。似てる。似てるね。まあ、彼は全然日本語できなかったよね。あ、まあ、しょうがないか、それは。うん、まあね、ああ、懐かしいよね。名前がね、俺覚え出せないんだけど、この、アテ？うん。アテはね、仲良かったね。あとね、この人。このなんか中国系みたいな人。うん。この人もね、この人はいつもいた。他の人は結構休みの時とかあったけど、ウィルがいるとか、うん。うん、この人だけはいつもいた。案外この人店長なのかな、わかんないけど。うん、ありえるね。懐かしいね。これ、この、ここなんかね、平安、ビナ。おひな様のひなかな、これ。うん。なんかね、どっからこんな仕入れてくるのかね。日本じゃないのかな。握り寿司。でもマグロが105ペソって結構高いよね。結構高いね。あ、でも2ピースパーオーダーだから。2巻か。そうだね、2巻。まあでも2巻にしても高いよね。まあこんなもんなのかな、フィリピンだと。ウィリアムっていくつぐらいだったっけ。ウィリアムはいつ靴だろうね。一応もう結婚はしてんだよね。うん。で、なんか、うん、奥さんとの写真もなんかあって、一時期なんか、そのほら、娘が生まれたからって言って、うん、なんか俺、なんか買ってったの覚えてるよ。ああ。冷凍って、これは出産祝だよ。みたいな感じで。どうだろう。まあ、その見てる人にはどれだけ伝わったか分かんないけど、まあ、アンヘに行ったら、まあ、鉄板屋に行こうと。うん。みんなも鉄板屋に行って、チャーハンを頼もうと。
そして、パフォーマンスレンズを複数台のレンズでみたいなこうね、うん、大きいプレッシャーを与えれば、うん、こうなりますと。じゃあ、とりあえずありがとうございました。で、はい、第、じゃあその3話になるのかな、一応。3回。まあ、3回目と3話、そうだね。ようやくこれでじゃあ一応リンクするのかな。3話と3回目ってことで。で、3回目は結局この3人で行ったんだっけ？そうだよね。だからその次いつ行くよって、その帰国した日に、ね、じゃあこの日に行こうっつってまた3人で行ったんだよね。11月に帰ってきて、うん、2月。2月だね。で、その時にみんなでパシフィックブリーズに飛び込んだんだよね。そうそう。うん。わかりました。じゃあそういうまた、じゃあね、またその3回目の写真を、じゃあまたみんなでこう、投稿し合って、みんなで集めて、まあまたね、お姉ちゃんの写真とかもね、みんな行きましょうかね。あとは、はい、ドゥテルテのゲームもあるからね。ドゥテルテのゲーム、ね、うん。まあそういうのもね、こう、紹介しながら。まあでもうちだってみんな iPhone だからさ、あのゲーム落とせないんだよね。うん、そう、アンドロイド。なんかアンドロイドでは結構、本当にフィリピン人ですごい有名なゲームだったらしいよ。うん。うん、まあそういうのもね、こう、見せていければと思いますので。はい。じゃあそんな感じで、番外編は締めさせていただきます。じゃあ、お二方ありがとうございました。はい。じゃあ、ね、次回の、月曜日は、じゃあその3回目、3話。ということで、またちょっと日を決めて収録をしましょう。はい。はい。じゃあ遅くまでありがとうございました。はい。じゃあまたよろしくお願いします。はい。じゃあ失礼します。はい。この子はやっぱりいいよ。持って生まれた。